カボチャの無人販売所。世界各国において、田舎のロードサイドには、このような店舗がしばしば存在する、両親市は、農業を制御としていることの多い地方において、設置される、無人販売所の名称である。高知県でこの名称が使用される例が見られる。販売員が常駐する一般の農産物、直売所において、両親市という名称を使用するケースも存在するが、 本記事では、無人販売所としての良心子について説明する。世界各国に同様のペイメントシステムがあり、例えば英語では、オネスティーボックスという名で認知されている。野菜の無人販売所。自宅で採れた野菜や果物などの余剰生産物を売ることが多い。店員は不在であり、客はザルや空き缶などの所定の位置に設置された料金入れに購入する。 品物の代金を入れ、品物を持ち帰るシステムである。並べられた商品は、せいぜい1袋数百円程度の低い価値しかない、ことから、レジ番に給料を払ってまで販売するメリットがないので、無人で販売されている。市場に持っていくほどでもない余剰生産物を販売するには便利であるため、世界各国の農村地域のロードサイドでこのような無人店舗が見られる。 日本における期限は明確ではないが、農村にまで貨幣経済が浸透することが前提となるため、農業史の中では比較的新しいのではないかと見られている。両親市の名称が広く見られる高知県においては、春野町でこの種の店舗が太平洋戦争前から存在していた。ただし、出し売りやだんまりといった名称を使用していた地域もあり、両親市という名称は、 高知県百科事典においては、旧東津の村でこの呼び名を早くから使用していたという記述があるものの、一般に広まったのはさらに最近と推定されている。なお、大正時代から昭和初期の春野町では、農作物がほとんど自家消費に回されるので、市場に回せるほどの十分な生産量を供給できず、定期紙を設置できなかったため、余剰生産物が、 両親紙の形式で売られていた。2010年代後半の中国では、料金ボックスに小銭を入れるのではなく、無人店舗に設置されたバーコードをスマホで読み取って、電子決済で送金するタイプの無人売り家店が現れている。小額の商品を買うのに小銭をじゃらじゃらさせずに済むので便利である。ガンジーの肖像を掲げるガンデキリーの無人販売所。両親が試される。 無人店舗であることから、代金を支払わずに、品物だけ持ち去られるリスクを伴う。その販売方式上、代金を支払って、品物を購入するか、支払わずに品物を持ち去るかの選択が、購買者本人の良心に委ねられていることから、良心しあるいは本人の正直さに委ねられていることから、オネスティーボックスの通称で呼ばれる。無人販売所は、 英語では、ネテンディドストール、米語では、ネテンディドスタンドなどというが、農村地帯によくある、ロードサイドベジタブルスタンドは、わざわざ、ネテンディドと言わなくても普通は無人なので、言わないことが多い。いろいろな商品を扱ったものを、ネテンディドストアなどという場合もあるが、これは2010年代後半に実用化された AI カメラによる顔認証システムや IC タグを用いて、 電子決済によって自動で生産を行ったり、セルフレジによって半無人で生産を行う無人店舗のことを意味する場合がある。中国語では農村地帯によくある野菜スタンドは無人菜炭という、いろいろな商品を扱ったものを無人売り火災店などという場合もあるが、やはり店というと都会にある無人店舗のことを意味する場合がある。農村にある 無人販売所は、窃盗するかどうかが、購買者の両親に委ねられるのに対し、都会にある無人店舗は、店内の監視カメラと商品の IC タグによって追跡されるので、窃盗がほぼ不可能である点が違う。ジャムの無人販売所。ジャム作りが盛んな地域では、家の前でよく自家製ジャムが売られている、両親誌で取り扱っている商品は野菜、果物が圧倒的に多い。 ついで多いのが、卵など。地域の特徴が出やすく、茶葉や花を売っている場合もある。珍しい例では、食肉や、魚、牛乳などを取り扱っている店舗もある。海外では、新聞の無人販売スタンドなどもある。中国でも、やはり野菜スタンドが多い。家で朝取れたものを、仕事に行く前に並べたものが多い。両親氏はその特性上。 無人店舗の形態となるため、窃盗が絶えない。店舗の商品どころか店舗自体を盗む人すらいる。店によっては監視カメラを設置するなどして、防犯対策を取っている店もある。ただし設置場所はほとんど農村地域に限られており、店舗を訪問する人は、基本的に近隣住民で顔見知りであること、自宅の前や田んぼの前などのよく見える位置に設置してあること、 そもそも商品の価値が低いことなどから、窃盗のメリットが少なく、無人でありながら正直に料金を払う人が多い。野菜の無人販売所を大都会に設置する事業を、流州市で行っている会社によると、一束三元で野菜を売っている無人販売所を一年間調査した結果、回収率は90%とのことで、都会でも窃盗はそれほどなく、 貧困層の収入増のメリットが大きいとのこと。都会のスーパーのセルフレジ。無人だが、良心子とは違って監視カメラが見張っている。ありがとうございます。